天下無双についてご説明をいたします。この製品は何と言っても強力なバラケ、それによる速攻性が最大の特徴です。特に競技釣りでは絶大な威力を発揮します。では天下無双のですね、秘密にちょっと迫りたいと思います。まず使用している原料ですけれども、こちらのイワシをはじめとした魚粉をふんだんに使ったペレット、これは擦れた鯉が違和感なく口にするために大変重要な原料になっています。そしてもう一つ、この速攻性を維持するためにこのようなビタミン剤を配合しています。実はこのビタミン剤、鯉が視覚的に好む色素を出します。それによって鯉の視覚にも訴える、嗅覚そして視覚両方に訴えて速攻性を発揮するのです。さあ皆さん、ぜひ今日にこれから腕を試したいという方、この天下無双をお試しいただきたいと思います。そしてこの天下無双をはじめマルキューの分析室では鯉が好むアミノ酸を徹底的に分析をしています。こちらは高速液体クロマトグラフという分析装置ですけれども、ご覧のように次々と魚が好むアミノ酸を分析しています。原料一つ一つとってもどれも有効な原料であることを確認するために、このような基礎研究に徹しております。これがマルキューの釣り餌が釣れる秘密なのです。はい、それでは天下無双の作り方をご説明いたします。こちらはカップを用いて2杯ほど、カップはすり切りで測ってください。そしてカップ1杯の水を加えます。全体に水が行き渡るように手で軽くかき混ぜます。はい、ムラのないように水が行き渡ったら出来上がりです。この状態で5分ほどお待ちください。5分ほど待った天下無双です。これを針につけてこれから釣りを開始します。出来上がったものを針につけますが、鯉を早く寄せたいときは角張らせて針につけてください。角の部分が水中で早くばらけて鯉を短時間で寄せます。また当たりが遠いときや水深のある場所では丸めてしっかり針につけてください。鯉釣りの餌、速攻性があると言ってもばらけるだけでは釣れません。強力にばらける、しかし針にもしっかり残る、この二律背反することを満たした天下無双は寄せと食わせに徹した最強の餌です。ではまずはですね、こちらの天下無双で釣ってみたいと思います。
よし。バラケ最強の天下無双、ノズリ、釣り堀、数を狙うには最高にいい餌ですので使ってみてください。